どうもエレファントのたてみです。今日はですね、吉祥寺にあるマジという大正ラーメンを食べに来ました。まあ、大正ラーメン食べるんですけども、はい、当店のおすすめっていうのは書いてあるの大正っていうのを僕は選びました。はい、これね、やっぱタイのラーメンっていうのは僕はちょっと初めてなんですけども、ちょっと楽しみですね。はい、でまあ調味料ですね、まあこれはまあ七味とか、まあ辛い調味料ですね、それが混ざっているやつで、でこちらがまあ何かと言いますとね、ドン、まあ、透明でちょっと白い黄身がかっている、これ塩だれなんですね。タイのちょっと香りがする塩だれで、スープが薄くなったら入れてくださいみたいなのをね、はい、まあ、このメニューに書いてあったんで、それをそのまま説明させていただきます。来ましたよ、このラーメン。まずね、このネギがあって、チャーシューにメンマとほうれん草ですね。ほうれん草といえば結構家系とかで多い、まあ、トッピングなんですけどね、これ最初からついてますね、大正には。はい、結構まあ白い、まあなんていうか、まあ濃厚な色をしたスープに、はい、で麺がまあ中太麺ですね。それをまあガツガツまあ食べていくわけですけども、で僕がね食べた感じではちょっとあんまなかなかない感覚のラーメンでして、このチャーシューもねすごく美味しいんですけどね。ほんでまたこのほうれん草もね、スープとめちゃくちゃ合うんですよ。でちなみにね、タイを焦がしたような香りというか、はい、そのお魚の匂いがツンとしてきますね。酒井雅人さんの顔真似をこれからします。3、2、1、ごちそうさまでした。ぜひ皆さんチャンネル登録お願いします。